ソフトバンクが10勝、引き分けが1つというこのカードです。2球目を打っていきました。ファーストへのゴロはフェアゾーンで山内ボールを掴んでいました。1塁キャンバスを踏みましてワンアウト。まず故障を抱えていて、さあこの当たりはショートへのゴロ、ここも栗林1塁を切って2アウト。この回も簡単にアウト2つをデスパイネ抑えられるか。変化球引っ張ってサード胸が掴んだ。超ファインプレーと申し上げましょう。竹安を、そしてチームを救う胸のファインプレー。これぞ全員野球。ランナー三塁のピンチをしのぎました。この定位置3番には19歳紅林、この深い当たり三遊間ゴロはうーっと今宮セカンドを選択アウト。間に合いましたという診断を受けました。紅林の当たりはショートライナー、今宮の守備範囲にボールがライナー飛んでいきました。ワンアウトランナーありません。さあここはもっとランナー飛び出している、そしてタッチはアウト。ここはホークスにミスが出ました。それをしっかりと阻止した伏見野。セカンド正面、二塁はダブルプレーを取りました。セカンドのこの二塁アウト、一塁もアウトでダブルプレー。ここも初球からいってセカンドが行きます。いい当たりでしたけども、セカンドの中村翔吾よく追いつきました。まあ、思い切っていってね、バットの先はセカンドが出てきます。グラブとして中村一塁間に合いました。キャッチャーインコースに寄った、まっすぐ弾き返してセカンドを横についた、バックホームする、そして三塁ランナー挟まれます。タッチはアウトだ。これは三塁ランナー好判断でした。素晴らしいプレーでした。3球目ピッチャーが抑える、いや田中よく取りました。そうですね、強い打球だったんですけども、しっかり抑えに行きました。ライトです、下がっていく、下がっていって追いつきました。いい角度でしたけれども、2球目打って詰まったあたりショートが出てきます。エチェバリア1塁へ間に合いました。ワンアウト。ちょっとでも甘いボールですかね。ファースト強い当たりよく止めました三木。いやこれ三木のいいプレーでした。叩きつけてバッティング、ファーストが出ます。ピッチャーベースカバー小島が入ってスリーアウトになりました。うん、ショート深いところ、源田は一塁送球はちょっと、間に合いましたか。今ステップも一歩多いぐらいでしたけどね。そうですね、まあ、今のこうステップの多さっていうのは、はいはい、まあ、佐藤選手の走力と打球の速さ、これはうまく右中間に運びまして真っ二つに割ります。さあファーストランナーの高間はセカンド勢いを決定、サードも回ってきます。さあバックホームは間に合うか、高間スライディングアウトになりました。外野からの中継プレー、最後帰ってきています。高浜ホームでタッチアウト、2点目は入らず。しかしこの回渡辺から1点も返して、強い打球はショートで下がりながら長島取って1塁送球はナイスプレー。中島のショート深いところからの送球間に合っています。いやまだ余裕があったくらいですね。そうですね、セカンドへの打球、ニャチがいますね。移籍後エラーなしのニャチ、ここもしっかりとさばいています。今感覚はベンチから見ててそう感じるかもしれないですね。でショートへの打球はこれは足の速い磯畑ですが、ショート源田ナイスプレー。ここですね、際のいいところアウトを取ってきます。堅守源田の守備、そうですね、僕も守備がね、打撃よりは好きな方だったので、こういった